こんにちは、鎌倉日和の田原です。今回はスパイスハウスペペさんに来てみました。はい、では行ってきます。はい、スパイスハウスっていうだけですごいスパイスの量があるんですよね。それぞれのスパイスによって原産国が全然違うみたいなんですよね。スパイスがすごい大好きな方はすごいたまんないお店だと思います。で、スパイスはこうやってあの容器に入れて売られているので、あのお土産として、まあ、あの買ってもいいかもしれませんね。で、今回私が頼んだのが、牛めしを頼みました。はい、で、これは前菜のサラダですね。はい、で、こちらのペペマサラをかけてみます。塩コショウをベースにオニオン、ガーリック、セロリ、パセリ、パプリカ、オレガノ、ナツメグなどの16種類のスパイスをミックスしているスパイスになります。はい、来ました、牛めしですね。めちゃくちゃ美味しそうですね。はい、お豆腐もすごい大きくて食べ応えがありますね。で、こちらはペペオリジナルの七味と、カレー風味の、スパイスになります。はい、で、こちらは野菜のスープになります。はい、ではいただきます。はい、ああ、で、下からもまた豆腐が出てきましたね。ボリューミーですね。で、ご飯もすごい量があります。はい、ではいただきます。めちゃくちゃうまかったですね、これ。はい、なんか牛丼っていうかすき焼きの上品な甘さとか肉の柔らかさとか、お豆腐にもタレが染みていてめちゃくちゃ絶品でした、これは。ご飯もたっぷりあります。はい、タレが染み込んでて美味しいですね。はい、きゅうりいただきます。はい、きゅうりも美味しいですね。はい、では、味変で、七味をかけていきます。はい、いただきます。はい、ちょっとピリ辛感が加わって味に深みが増してましたね。はい、美味しかったです。はい、そして最後カレーパウダーですね。結構かけていきます。はい、いただきます。はい、で、これはスパイシーさが増して、まあ、カレーの風味がかなり増す美味しさでしたね。はい、ではごちそうさまでした。で、まだ野菜スープが残っているのでそっちも、食していこうと思います。はい、で、こちらの野菜カレーは野菜 100% の汁みたいですね。野菜の旨味とか栄養素が凝縮されたスープになります。はい、いただきます。なんか飲んだことない味だったんですよね。ちょっと不思議でしたね。なんか口の中でピリッときて、なんか、薬味みたいな感じでしたね。そしてペペマサラもかけていく。なんか不思議でしたね。いや、美味しかったですけど。はい、あ、ごちそうさまでした。はい、また牛めし食べに来ます。で、ペペさんは11時半から、夜の11時までやってるので、夜もやってみたいので、まあ、夜も気になるので行ってみようと思います。はい、ではごちそうさまでした。ありがとうございます。